はい、ウェッドウィー大学熊男3期の皆さん、ご卒業おめでとうございますと言いながらですね、修了式が始まる直前にこれを撮ってるというですね、なんで何遍も同じようなことを言ってしまいますけれども、ぜひ、この卒業というかね、終わりじゃなしに、ここから本当いろんなところの紬に本当顔を出してもらったり、その熊本というね、皆さんにとって大事なこの生きてるスペースをもっとこう広げてですね、可能性の広がるきっかけに紬がなれば、僕はこんなありがたいことはないなと思ってるんで、ぜひ皆さんのご活躍をお祈りして、締めくくりたいなと思いますね。はい、本当に皆さんご苦労さんでした。ありがとうございます。